今日は11月20日です。私のがんの摘出手術を受けまして、ちょうど29日になりますかね。29日になります。その後ですね、病後、摘出後、運動を、適当な運動をしなくちゃいけないんですが、その運動の状況について、お話ししてみ、たいと思います。退院後ですね、庭をぶらぶら歩いたりしておりましたが、家を離れて、散歩ということでですね、少し歩き始めました。昨日で5回歩きました。一番最初歩いたのは、だいたい術後20日経った11月11日第1回目を歩きました。それから昨日までに5回歩いたんですが、その中でちょっと申し上げときたいのは、どうしてもですね、自分の能力以上、自分の体力以上にですね、歩いてしまうということがあります。だいたい私その5回の中で、家から出て2キロもしくは3キロ2キロ歩いたり3キロ歩いたりしておりました。一度11月17日に、ちょうど陽気も良くてですね、小春日和というのあったかい日でした。その時に、調子に乗っちゃってですね、少し歩きすぎました。約4キロ近く、3.8キロぐらいですかね、歩いたんです。そして途中でやっぱり息苦しくなりましてね、やっとの思いで帰り着いたんですが、その日の午前中だったんですけれども、帰ってきてから後は息苦しくてですね、横になっても、あるいは座ってもですね、大変息苦しい思いをいたしました。どうなることかなとちょっと自分でも心配したんですが、大体肺ですから、呼吸器ガス交換の機能があるところですね。それで、普通ですと呼吸がどれぐらい、1分間で何回ぐらいするかなって全く意識してなかったんですけど、その時はちょっと苦しくなった時には意識するようになりました。通常ですと、年齢重ねると20回ぐらい、早いと20回ぐらい、だいたい14、5回から20回の間らしいんですけども、そういうのを意識しないといけない方ぐらいに、息苦しくなりました。夜になると若干収まりまして、大丈夫だったんですけども昨日はやっぱり3キロぐらいこれ歩いてきましたけども、その時は平気でした。私が住んでるとこは知野でして、東側に八ヶ岳連峰、西に諏訪湖があるところでして、東に向かってこう坂を登っていってんですね、だらだらと。そういう、5% から 10% ぐらいの斜度といいますかね、勾配がね、10% から 5% ぐらいでだらだらとこう八ヶ岳の方に向かって登ってるところなんですけども、そうしますと、行きは登って帰りは下ってくるというようなことで、
そういう道を選ぶと、まあいいんですが、逆に、行きは下りで、帰ってくるときは上りというようなことになりますとですね、上りで、帰ってきて途中でちょっと苦しくなったらまあ困るんで、そういう選定が必要じゃないかなというふうに思っています。まあそんなことで、得てして、我々は自分の体力以上のことをですね、しがちであると。やっぱり、ゆっくり、手術後の体力回復は、まあ、自分が思っている以上にゆっくりしないといけないなというのが反省です。で、まあ、今日の話としますと、今の限界としてだいたい3キロぐらいと、私の体力では3キロぐらいと、まあ、徐々に1週間に1キロぐらいと言いますかね、500メーターぐらいずつ少しずつ積み重ねて、4キロ歩くのは十分時間を取ってやる必要があるんじゃないかなというふうに思いました。今日はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。